はいどうも俺たちの時間でーす。アッキーでーす。総研でーす。久々の2人で実況だー。オッケー。今日は何をするんだ。ランクマッチじゃあんまり 見ることはないデッキで戦ってみよう。うわー、というわけでルームマッチやりまーす。はーい。まあ、今僕の画面を見てる人はわかると思うけど、本当に最近全然誰も使わないよねみたいなデッキをちょっと使っていこうかなと思って。まあ僕の画面の方では、はい、これ題名でこれあるんですけど、もう完全にネタっすね。あ、完全にネタね。ロマン出したいよねっていう。あ、なるほどね。そう、オッケー。やりたいよねっていう。俺もこのタイトルじゃ分かんない。混沌の獅子っていう。俺もタイトルが物語ってるから。タイトルじゃ分かんないと思うから。よし、行くぞ。準備完了。さあ、やべえ。マジで久々で、てか使わないこんなデッキ本当に。いや、俺も使わないっていうかね、なんなら撮影のために作った。あ、撮影のためにわざわざ作った。そう。わざわざ作ったデッキで戦う。そう。ロイヤルだし。行くで行くで。行くぜ。もう本当にね。やばいよこれ。ここ。ね、マジでそれ来る。一回も戦ったことないと思う、こんな。嘘。待って、ダークネスエボルブが来てから多分一回も戦ってないと思う、このデッキは。これ残すかな、どうすかな。めっちゃ手札いいけど、これ。嘘。本当に今ガン回ってる、これは。これはこれはいける。飛ばそう。飛ばす？言うてロイヤルなんてさ。これ残そう一応。はい。あれでしょ、アドバンスブレイダー出してさ、結局さ引きまくってさ兵士なべるだけでしょ。変わんないじゃん、いつもとやってる。いや、と思うじゃん。と思うよ。と思うじゃん。うわぁ、イチコス出てくる。いや、とりあえずね、先行でチョコス出しときゃもうこのゲーム勝てるゲームだから。うわ、やべえこれ本当に。やべえ、相手がもうそっちが何のデッキか分からず、俺は多分このまま勝ちだろうな。このデッキね、何のデッキか分かんないよ。負ける説全然あるんだよ。もういいや。あ、これは嬉しい、これは嬉しい。これ出そう。このまま勝ってしまう。私に任せな。うわ、邪魔だ。出た。こいつさ、スタッ、こいつイカれてんだろ。だってさ、ニコスでさ22の守護ってさ、いなくない？そんないない。だってミノタウルスでさえさ21で、あれだって。だこいつだけ、ただ強いやつだから。こいつだけなんかぶっ壊れ性能なんだよ、ほんとに。はい、久々に。うわっ、分かっちゃったよん。それ久々に見る集団埋葬地。それ俺成功しないかもしんない。で、俺は死ぬことを恐れない。うわー、すげえな、特攻隊や。死ぬことを恐れない、このデッキ。だってもう貯めることがもう、そう、もう貯めるだけ。もう死ぬことでもう死ぬことしか考えない。もうこっちいいんじゃないか、スタッツ考えて。こっちだそう。オッケー。あなたの痛みを和らげましょう。あのさ、最近入れてる人はいるけどさ、何なのこいつは。本当に何のために入れるのこれ。なんで入れてんのこれ。なんかお得感あるよね。お得感あるかな。お得感あるよ。お得感あるかな。だって2回復するんだよ。だってさっきの攻撃したのなかったことになってるんだよ、もはや。え、そうなの。そうでしょ。でも、もう俺回復しちゃったし、さっきの攻撃したターンがもう、え、そんなんあんの。あ、そうじゃん。だってもう俺の攻撃意味なくなった。そう、意味なくなったんだけど。でもロイヤルにこいつ使うかな。確かに使うよ。おらおら、お、来た。これ使いたい俺は。やめて、いいよ出さなくて。それコンボ、やめろ。コンボが揃ってないからさ。やめろ。やめろ。コンボが揃ってないからさ、俺はとりあえずこれで。これで決めます。ジャッカ両乱おばさん。時間にちゃんと来るか。ロイヤルをこいつ出しとけばいいみたいなおっしゃるから。ほらほら。本当に。これどうせさ貯められるしさ、顔面行きゃいいんじゃね。ほら。そういうのはやめた方がいい、その考えは。もう顔面でしょ。いや、その考えはやめた方がいい。待ってこれさ。お、なるほどね。とりあえず出すと。さあ。とりあえず出す。さあさあ。出して。進化させて。うわ、待って。それ出る、すごくね。出ちゃうんじゃん。やばすね。愛はいかなる時でも輝くの。やば。あ、やば。待って。でもそれ2ターン後にはもう、あー待って、ちょっと考えさせて、ちょっと待って、墓地ゼロになるから。ゆっくり考えさせて、ちょっと待って。え、こうでしょ。墓地ゼロになる前に相手の墓地増やすぞ、わざと。あ、やばい。これプレミか。ちょっと待って、プレミじゃない、プレミじゃないんだけど、ちょっと待って、迷ってる今俺。でもこれなかなか揃いづらいと思うんだよね。あー、これめっちゃ賭けだな。どうしたらいい、みんな教えて。ちょっと待って、これこっち出すか、こっち出すか、ちょっと待って、
これ今使っちゃうか、これを後のために取っとくか、ちょっと待って、みんな教えて、ちょっとやばいこれちょっとコメントに教えて、こういう時どうしたらいいのか、ちょっとやばいこれ、どうしたらいいの、俺負けるっていうか、え、あーやばい、ターン終了になっちゃう、早くしたらどうですか、うるさいな、あれちょっと待って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 、俺これ結構大丈夫な気がしてるんだけどな、待ってやばいかな、死ぬかな、顔くんのマジ、え、マジそこ顔なのちょっと待って待って、え、マジ教えない、この顔、なぜ顔なのか教えない、これは、え、じゃあ俺これでいいよね、よくない、これでいい気がする、何すんの、え、俺これでいいよね、ちょっと待ってね、よくないちょっとこれでやっぱさっきこれ出しといた方がよかったかな、いや、これでさ、めっちゃ早いんじゃん、でもね、届かないんだよ、ギリギリで、これを、いやもうギリギリ届かねえとか言ってる時点でやっぱこれ出すべきだよ、死んでも残るもの、あ、プレミスタ、出す前に こんすればいいんだよ、ね、バカだあなたの勝利と栄光を、やばい、ちょっと地味に嫌な感じ、相手の焦りに俺も焦って変なことしちゃった、ちょっと待って、あの、こいつはいらない、いいよね、いいよね、今のターンでこいつ出してほしくなかったんだけど、もういい、いい、いい、やばい、ちょっと待って、嘘でしょ、ちょっとさっきのプレミアもうなかったことにして、ミスった、やばい、攻撃する前に出せばよかった、あ、やばい、おつだって、あれこいつ出すやろ、うん、出すじゃん、どうすんだよ、こっから待って、邪魔なんだけど、こいつ、あさあ、どうするこの化け物あれこれさ、俺のやりたいことできないまま試合終わっちゃうんじゃない、え、待って、え、これもしかして負けるこのターンで最悪、え、2、4、8、9、11、焦んな焦んな、ちょっと待って、ちょっと待って、焦れ焦れ、あと5秒で終わんないと、うん、そっちの負けね、はい、5ねえ、え、これどうなんの、え、これ どうなる、これどうともならないよ、これどうなる、どうともなんねえよ、あ、違う、これじゃない、これじゃないこれじゃない、なんだよ、もう早くしろよ、もう、え、ちょっと待って、何、待って、でもさ、これさ、これじゃないか、こいつが生き残ってたらまあいいけど、これどうなんの、これどっちがどうなる、え、これどっちがどうなる、安全に、安全に行け、安全に、あ、これダメか、ダメだ、安全に行け、安全に、これダメだ、安全に、守護並べてこれ消えるわ、これにしよう、守護並べてこれこれにするわ、ごめんね、なんかプレミしてたらごめん、オーレリア、オーレリア、なんかこれな気がする、ふざけんなよ、マジおい、圧力、ちょっと待って、それはやばい、相手に圧力をかけて、はい、もう負ける、ちょっとちょっと待って、みんなを救うんだ、ほら、やばい、ジャブが痛い、ジャブが痛い、痛い、ジャブが痛い、ほらほら、ちょっと待って、もう無理だ待って、これネクロマスゼロでしょ、これもうゼロになって何もできない、あー、とどめ刺されるくらいなら自分で負けるわ、ルナ使いたかったな、ただ普通のロイヤル、普通のロイヤルだったな、普通のロイヤルじゃん、なんだろう、何のデッキだったのそれは結局、え、言っちゃういいよ、何、じゃあ言わなくていいよ、またそれで来るのっていう、ちょっとまたこれで行ってみたい、じゃ俺はデッキを変えるよ、これだって俺はデッキを変えるよ、ちょっと展開が早すぎたんだよ相手の、うん、これ名前普通だけどちょっとねあれだから、今流行ってるデッキじゃないから、これは流行ってる、あの職業、職業職業流行ってるリーダーではある、あ、流行ってるね、流行ってるビショップではあるけど、でもあのランクまで見る、はいはい、どうせそれでしょみたいな感じじゃない、ではない、これは本当に俺時間がかかればかかるほど俺の方は成功しやすくなるはずなんだよね、いやこれで多分もうみんな分かったでしょ、これ見てて、だって俺これとか入れてんだよ、これ何どれ、これとか入れてんだよ、見ていいよ、そう、みんなに分かってほしい、なんかあのみんなが使わないカード使おうキャンペーンだから、今これとか入れてんだよ、これさあ2ピックかよ、いい感じの手札だけど俺。お答えくださいませ、ご主人様。それで何サーチするの？これのサーチっていうよりはね。ああ、どうしようかな。まあ、トリマこれでいいんじゃないか。とりあえず、いや、これは使うよ、これは。さすがに。それはね、それは。さすがに。そうだね。うん、ただ、デッキの内容は違う、本当に。こいつら使わねえから、使い方わかんねえんだよな。まあ、これ出すよ。お答えくださいませ、ご主人様。いけ。めっちゃメイドリーダー並べてくんじゃん、きた、もう後になればなるほど、久々に見たでしょこいつ、それうざ、それ久々に見たでしょこれ、要はそれじゃん、要はそれでしょ、要はこれで
やば。要はこれだよ。久々に見たでしょこれ。俺も久々に見たもん。これ何もしない選択肢ありなんじゃない。俺も何もしねえわ。何もしない。ダメだ。何もしねえ。え、いいんですか。何も出さないんですか。何もしねえ。やっちゃうよ。ダメだ。やっちゃうよ俺。もうその選択がどうやっても。塩を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 。それは。いや強え、やっぱそいつが。これそいつで、ま、俺もう強いからこれ。たまあこれ進化してよかったんじゃないか。あそいつがうぜえ、そいつが。こいつ進化してもよかったんじゃないか。おらおらおら。まあ約束通りのこいつでしょ。可愛いからって絶対来る。4号ターンに絶対来る。これで決めます。ヨーラオーバさん。おらおら。やっぱヨーラってね。でも俺がやりたいことはできない。今パーツが。ああでもやっぱり進化してても今のターンでやられたんだな。進化しなくてよかった。でここでとりあえず重機が出てくるだろ。そいつ出てくるな。重機が出てきて、それ守護持つのうぜ。守護持ちで。守護も待って。守護と失踪出てくるな。守護失踪出てきて、とりあえず相手の場面を取りに行こう。それ強すぎ。マジ？いやもう強いのにだって誰も使わないからこんな。いや強すぎそれ。もう横行なんて見ないでしょ今。やば。しかも鉄槌の僧侶もあれだから今守護になってるからねこれ。え、強すぎでしょ、どうすんの。え、どうする、これ出す。え、逆に今このデッキ刺さんじゃない、今の環境がで、なんか本当に。え、それ強いよ。だって今さ、守護がさ、本当にみんな使わなくて、なかなか失踪持ちのさ、リノセウスとかがさ、ミハタロイヤルとかが強い風潮にあるけどさ、このデッキ使ったらさ、エルフにめっちゃ刺さんじゃないかなって俺は今思ってる。あなたの勝利と栄光を、ね、選択できなくなるね、それでね。このデッキは本当にもう普通のロイヤル手札にパーツがあるようにこれを出したいから、俺は普通にロイヤルこうしてこいつら特攻させる。死ね。申し訳ありません。ご主人様、申し訳ありません。おらおらおら、みんな死んできた。いけ、やばい。もう進化圏使っちゃったのきつくない。あ、本当だ、もう2つも使ってんじゃん。そうだよ、強いよ。どうしようかな。それ光ってんのいいね。どれ？ああ鳥がね、鳥がね、重機1枚だけ光ってるんだこれ。これさ、やっぱ無理なのかな、難しいのかな。どうしようこれ、悩む。こっちを出すかこっちを出すか。いや難しいのかなやっぱり。でも次のターン並べられるからとりあえず孤立で。迷えるのね。これで次の3回復して1枚引いて。それも入れてんの？悪欲を汚してしまうに裁きを。あ、でもこいつは死ぬ。我が知るべにしたやめて。あーやめつ、あーなんかファルコンでよかったな。導くな、プレミスかこれ。やうぜー、ファルコンだよねこいつ。ファル、あーあと一個。ファルコン進化でよかったな。あと一個です。何がもうな、あと一個。相手が全く何の出来かわかんないから、もうこれそのただひたすら俺は守護を並べて待つときを待つみたいな感じになってるくらい、ね、これとあともう一個来てこうしてみたいな、ちょっと糸が見えるはずだ。ちょっと耐えてくれ、それまで耐えてくれ。邪魔だなあいつ。あと 2,3 ターンの間にもう一個パーツが揃ってくれ。クソ邪魔なんだなあいつ。どうしよう、これ打ちたい。これ打ちたいけどな、もういいや、進化系使っちゃえ。うわゴリゴリくるやん。でこれ死なないよね、死なない。我が怒りの砦は決して落とさせん。そいつらもいらない、邪魔じゃん。うわうわ邪魔じゃん。でもマジやばやば、厳しいよ、強っ。マジどんだけ出てくんだよ。強この中堅八校が番犬かよあいつら。強いケルベロスだ。これ出す3体並んで、これ出さない方がいいか、一旦これか。んあいいんじゃんこれ。これもう処理できないでしょ。ここでアレクサンダーとか出てきたらちょっともうぶっ壊れてる。これこうのこうです、ね、どうしてください。これこうのこうでしょ。大丈夫だよね。大丈夫だね。私に任せな。大丈夫、もうちょっと耐えてくれ。邪魔だな。耐えろ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 。耐えろ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 、来いマジで。なんかあんまフォロワー並べんの好きじゃないな。絶対逆だ。
で次こうする。野心様には近づけさせません。ひたすら主語を並べて、やべえキッチー、ひたすら主語を並べてくる。あー、なんだようるせえな。なんだよ、あー、なんだよ。いけるぞ。いけないよ、耐えろ、はい、待って耐えろ。なんだよもう、耐えろ、マジでマジで。だからこれとこれだよね、で合ってるよね。合ってない、合ってる。7点入るよね。この日、うわー、どんどん出してくる。勝利と栄光を、耐えろ、マジでマジでマジで。で、普通にでけえ方をどんどん出してくる。耐えろ、マジで、え、マジで、なんだよ、マジで耐えて、お願いだから。あー、めっちゃヒーリングエンジェルで回復してくんな。耐えろ、マジで耐えろ。いける、いけるぞ、これ。いける。あー、違うんだよ、頼む、いける。お前じゃないんだよ、お前じゃないんだよ、欲しいのは。こいつら全員ぶつけてくる。ぶつけてこないでしょ、みんな死ぬじゃん、それ。ぶつけてこないでしょ、そんな。え、嘘、そういうことじゃない、あ、そういうことだよ。何、え、そういうこと。一旦、だからこいつを、なんだよ、こうするじゃん。これ合ってるじゃん。これさっきと同じ出来なんだよね。で、こうするじゃん。今んとこ、ただ単に普通のミッドレンジロイヤルだよ、これ、今見た目は。行くぜ、なんだよ。行け、お前ら、あ、出てきた。いっけ、お前ら、初めて見るフランクラス。決めるなら、うわ、で、この主語を俺は主語として使いたいから、だからこうだよ。いっけ、お前ら、確実に、ほら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 。で、これでアタックで主語を、いけ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 、お前ら、テミフとか来んな、テミフとか来んな、頼むから決めさせてくれ、決めさせろ、テミフとか来んな、マジで。キルされてる、テミスとか来んなよ。おぉ、クラムのためなら世界すべてが敵になっても構わない。愚痴けだって、俺の夢が、神様にも近づけさせません。させねえ、くっそ、俺の夢が、夢を愚痴砕く。だからみんな使わねえカード使ってやるよ、俺はバケモノ行け。ほら、全然見ないカードで、あなたの痛みを和らげましょう。カード1枚によって俺の計画が、あのさ、だからもうね、テミスがおかしいんだよ、本当に。もうあれは来た、お、みんな使わないカード出せるぞ、行け。我らには神がついておられる、つえ、ジャンヌダルク、ウィー、それつえ、今それ普通につえで、主語になった。あ、待って、あいつ倒せない。あいつ邪魔だな。マッチョメンだろ。マッチョメン邪魔だな。とりあえずマッチョメン。誰にも邪魔できませんわ。オッケー。もうね、コンボ決まんないってことはね、もうもはやあれですか。お前ちょっとありがたい。コンボ決まんないんだったらもう勝てないんじゃない。だってこっち。我が目。またそいつかよ。お前ちょっと。これは神の試練か。ここでもお前はありだよ。すげえ。走る。軍神妙策が役に立つ。邪神様、うわー、自利品だ。ちょっとこっから、でも俺もこっからもう強いよ、これは。きたー、うぜー、消されゴミども。そこでドローできんの、うぜー。今出た、テニス、お前、あれ決めたかったな。だって、あ、出た。もうなんかさ、出た、ずっと喋ってるからさ、あ、じゃあもうテニス持ってこうと思って出た。久々に見た、それ久々に見たでしょ、これ。それどうすんの、俺、それ俺どうすんの、これ出すじゃん、これどうすんの、これ出すじゃん、紐に処理しきれない、これ出すじゃん、仲間ってのはいいもんだ、処理しきれないよ、お呼びですか、処理しきれないから、もうこれ見送るしかないよ。これやばいよ、それ、これあと10ターンで俺勝てる、どうしたらいい。いやー、それ久々に見たな。盤面をさ取りに行くか。逆になんでこのデッキって今環境にいないの、これ、うん、ビショップ、うん、なんでいないんだろうね。他のビショップが強いからじゃない。だって教会の守り手とかさ、刺さりそうじゃん、なんか威力取りそうね。なんでだろう、なんでいないの、教会の守り手は。決して落とさせん、闇に返す、うわすげー、あー、頑張ります、うーわ、つえー、ね、でもさ、普通に銃器とかさ、死後の横強いもんね、の底で、また会おう。サタン使うの久々すぎて、どう立ち回ってるのか分かんない、これ。チェーンないから、やるじゃねえか、いけるいけるカスカス
死んでいく。クラスをいじめるのは焼き尽くすのはいいから甘く見ないでよね。これでフラムの方来たら完全に強いけど、これでも自分のターン開始時なんだよね。私が使命を守る。我ら漆黒の陣だ。うわ投げかけたも与えん。ダメだ、つえぇサタン。ぶっ壊れたんだな。つえ、俺はこっから何を引いたら、おぉ何、あ、出た。クラムの邪魔をしない。これで、戦闘化されたら、私に任せろ。あれ祈りが、これさ、下手したら処理できないんじゃない。処理できないよ。あ、ちょっと待って、これ下手したら、あれ、あ、やばい、処理できない。あれやばい、これもしかして、やばい、処理できないぞ。ちょっと待って、もしかすると、もしかして、やばい、ちょっと待って、処理できない。どうしようこれ。あれやばい、これもしかすると、もしかする、これやばい、ちょっと処理できない、これ処理できない、これ。出た出た、やった、出た、出せた。おら、わ、初めて言った。やば、出せた。いや、出せたところでじゃね。世界を今一つに。めっちゃ喋ってるよ。めっちゃ喋ってるけど、喋ってるよ。これ出せたところでじゃね。出したところでどうする。あ、でもサタンズサーバー、あ、処理できるよ全部俺の。いや、処理できるけどさ、なんかもったいなくね。しょうがない、画面行きたかったわ。どうする。マジ、じゃあこうするしかないってこと。そうするしかない。少しは楽しめそう。めちゃくちゃ強えな。めちゃくちゃ強えじゃねえか。サタンのしもべが2人ともやられたんだけど、めっちゃ強えな今の。お呼びですかい。あー、うわー、強かった、強かったよ。うわー、マジかー、強かったよ、本当に。じゃあ、うわー、残念だな、これ。これをなんとかしてみろ、じゃあ。うわー、残念すぎるわー。強い。マジかー。いやー、でもフラムグラス見れたのは超レアだったんじゃないのか、本当に。かわいいから、マジかー。綺麗だ。死んでけ、兵隊たちよ。うわ、マジかー、やるじゃねえか。いやー、強かったな、やっぱ。クレオ疲れそう。うわー、はい、勝った。一勝一敗だった。いや、強えな。え、これなんで今の環境消えてるんだろう。え、わかんない。やってみる。今度やってみるか。やってみれば、だって教会の周りと支えそうだよ。うん、ちょっとやってみよう。ちょっとさ、トイレ行きたいから一回止めていい？しよう。いや、わかんない。ダイナモだったらまだ使えるかも。ダイナモは使わない。ダイナモだったら強い。ダイナモ使わない。あー、かわいそうに。まあまあまあ、そのゲン君のアカウントですか。おらおらびっくりした。来た来た、びっくりした。いや、一瞬だろ。来た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 。おら、やった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 。いいよ、もう見いらない、もうあと何終わった。俺お金何個残ってるけど。